それそんな嫌いなんだ。嫌いじゃないですよ。だって合成すると何回も言ってるじゃないですか、うんうん、イデオロギーと人格は別なんで、はい、人格は OK、 人格は全然別にいいやつだと思います。あでもイデオロギーはちょっと良くないみたいな。イデオロギーは良くないですね。消費税のとこ、うん、消費税じゃなくて例えば原発反対とか。え、原発賛成の人、はーい、反対の人みんな遠慮してるだろ、堀江がまあ全員は上げてない感じでしたね。いや別にそんな民主主義とか関係ないですから、ね、関係ないの、うん、堀江さんはこれが、だってほら原発は技術論じゃなくて単純に感情論じゃないですか。見えないものはなんとなく気持ち悪いとか、だからそのコロナウイルスは怖いけど、うん、インフルエンザワクチンは打ちたくないとか、わ、うん、かります、わかります、わかります。だからその科学的に正しくても、はいはい、そうだね、感情的には正しくないことっていっぱいあるじゃないですかそうだね。だからそれに関してやっぱり僕は山本太郎が良くないと思ってるのは、うん、その感情論の方をコントロールしてというか、まあ感情論を実現させようとしてる、感情論で訴えかけて支持を集めようとしてるとか良くないってことだよ。そうだからさ、世の中ってさ、ほとんど堀江さんの IQ ってここら辺だすると 99.9% ぐらいの人って堀江さんよりこっち側にいるっていう事実は考えたことあります？ IQ は僕高くないですよ。いや、本当に僕 IQ テストとか公開で受けることは全然そんな高くないです、まあ、そう、一般知性ジェネラルインテリジェンスとしてはこういうのするとさ、だからよく堀江さんが人間は感情で動くって言うけど、ほとんどの人って正規分布でこっち側にいるからしょうがないんじゃないですか、ね、堀江さんよりこっち側にいるから。いや感情で動くんだけど、うん、やっぱ感情で動くと科学的に正しくないことをしてしまうじゃないですか。はいはい、それは良くないと僕は思ってるので、別に感情で動くことが悪いと言ってるのではなく、感情で動いて明らかに社会とか人類全体にとって悪いことが起きるのに、それを良しとしてる、あるいはそれを利用する行為は良くないなと思って、仕方ないっていう風にして諦めても別にいいんだけど、僕は諦めたくない。なるほど。なんかそれをハックしてやることはできるし、実際我々の先人たちはその積み重ねをずっとしてきて今があるわけで、例えばインフルエンザワクチンが怖いっていう話は昔からあるわけじゃないですか、うん、ワクチンが怖いって話は世界初のワクチン、世界的問題だっていうか、ジェンナーさんが作った牛刀手刀ですねの時代からそういう議論があるわけで、でもあの頃って封建制度だったんで、将軍様が OK っつったら OK だったし、今の中国共産党みたいなもんでぶっ込んでくるね。そうそう、だから独裁政権の方がそういう時にはリーダーシップ科学的に正しいことをしやすいじゃないですか、はいはい、いやもちろんその逆もあるんですけど、はいはいはい、だから山本太郎みたいなのが例えば習近平だったらやばいわけですよ、はいはい、で実際そういう時代もあったわけじゃない。あ、山本太郎が習近平になっちゃうとやばいと。いやいや、山本太郎が習近平だった時代はあるじゃないですか、まあ、毛沢東の時代はそうだったわけじゃないですか。だから文化大革命ってのが起きて一説には6000万人が死んじゃうとかっていう話もあるわけで、うん、世界で一番人を殺した男は毛沢東だって言われてるわけですよ、はいはい、とかっていうことが実際に起きるわけだから、はい、僕は感情論に漏れる政治家は害悪であると思っているので、はい、彼が首相になるのは嫌だと思って、いやいやいや、都知事になるのも嫌だと思ってるからそれは妨害したいので、別に山本太郎が嫌いだから妨害したいわけでもないです。よくわかりました。